ポストイットアプリを起動してプラスボタンをタップ、カメラをタップして付箋を撮影します。クリエイトをタップして共有ボタンをタップ、ジップアーカイブ with イメージズをタップして自分の Mac に送ります。 Mac 以外の方は Google ドライブや OneDrive などでパソコンにファイルを送ってください。 Canva のデザインを用意してダウンロードフォルダを開きます。 Post-it アプリから送った ZIP ファイルを展開して、展開したフォルダ内のノーツフォルダ内に保存されているファイルを全て選択して Canva にドラッグ&ドロップすると付箋が画像になって挿入されます。このままでは大きくて使いにくいので小さくしたいと思います。コントロール A またはコマンド A で全ての付箋を選択し、ハンドルを操作してサイズを一気に小さくします。あとは並べ替えて付箋ワークをしながら話し合いをしましょう。超絶簡単です。